ここキャバクラみたいっていうやつ、だいたいキャバクラ行ったことない。キュルルー、おかえりなさいませ。ミリさんちでお休止してるクルルとサンサです。今日はですね、内容は結構真面目な内容を話していきます。はい、メイドカフェでね、意外とできてない大切なことっていうお話をさせていただきます。皆さん結構自分の中で今から聞く話考えてみて、できてないかもって思うこと結構あると思います。実はね、意外とこう人間としてね、当たり前のことを今からねずらずらと並べてあげるんですけど、まあできてる人少ないと思うんでね、ぜひ見直してみてください。はい、1つ目、ありがとうとごめんなさいを言えない。これって結構誰でも言うと思うんですよ。誰でもできてる人って意外と少なかったりするんですよね。そうだね。ありがとうごめんなさいって言えない基本的な理由が、自分がしてもらってることは当たり前だと思ってるってことなんですよね。確かにそうかもしれないね。基本的にはこうしてもらったことにはなんかあんま気づけないけど、自分がしたことはすごい覚えてるというか、してもらったことはありがとうございます、自分がしちゃったこととかはもうごめんなさいっていうのはね基本ですね。これはね、ありがとうとごめんなさいってこう言われたらモヤモヤしてても意外とこうすっきりしたりするしね。すっごい嫌なことされたって言われても、これこれしちゃって本当にごめんなさいって謝られたら、謝られたらしなみたいな、うん、ってなるし、なんかありがとうって言われたら、あ、じゃあこれからもしようみたいな感じになるしね。一つの出来事の区切りでもないけど、そうだね、ありがとうとごめんなさいは大切です。はい、2つ目、人の気持ちを考える。小学生ぐらいでみんな履修したんじゃないですか、道徳でね。心のノートをみんな書いたと思います。心のノート大事だよこれ。自分がされて嫌なことは人にしない、で逆に人が喜ぶことは自分が積極的に率先してやりましょうっていう話ですね。そうだね。自分の得にならないことでも人のために動けるって結構大事だと思うんですよ。自分が損してでも人の得をさせないみたいな人ってたまにいるんですよ。たまにね、いるね。でも周りに回って結局帰ってくるんで、人の得を取って自分が行動ができるって素敵なことだと思います。でも大事っていうか結局回ってくるしね、自分にね、嫌なことはしないって、これはねめちゃくちゃ基本ですから。人の気持ち考えないでどれどれこうされたって嘆くのはね、ちょっと自分がいけないんじゃないのってちょっと思っちゃう時もありますからね。因果応報って言いますからね。はい、3つ目、時間を守る。凍結とかあとは無血とかそういうのもマジでありえないんですけど、遅刻とかそういうのもね、普通にあの人の時間を奪ってるってことをね忘れないでほしいかなと思います。そう、あなたが1時間遅刻したことによって、他の誰かの1時間その時間を奪ってるってことに気づいた方がいいと思います。軽視しない方がいいね、その時間をね。自分は遅れてもいいけど自分が遅られるのは嫌だみたいなさ、基本的にどれもね、だから人の気持ちはね考えた方がいいですよって話なんですけど。4つ目、人の悪いところよりいいところを見よう。まあね、人間関係ってね鏡なので、ね、悪いとこばっかり指摘してたらその人も自分の悪いところばっかり指摘するようになるから、とりあえずねいいところを見つける努力をして、その人のいいところを認めて褒めたりすると、その人もその自分のいいところをね見てね感謝できるようになると思うんでね。人間やっぱり人の悪いとこばっか視界に入ってくるんですよね。悪いところあるよねって。まずなんか悪いところ入ってきちゃうよね、基本的にはね。でもその人もいいところあるから、そのいいところを見つけましょう、って話です。5つ目、言動と行動が伴ってない。こういう人結構いるね。できてる人できてない人って言ったら、多分できてない人の方が過半数多いんですよ。言うだけだったら全然余裕で誰でもできるんで、それに対しての行動が伴ってるかどうかっていうのは結構できてない人多いよねっていう。そうだね、頑張りますって言って携帯いじってたりね。言うだけだったら結構簡単なんですよ。それを行動に移せるかどうかってその人の人間性だと思います。言ってそれに対して真逆の動きをするって結構信用問題にもなってくると思うんで、ね、まあ、信用性なくなっちゃうね。この人どうせ言ってるだけなんだろうなってなっちゃうからね。口だけの人間にならないようにまず行動するってことが大事かな。これ全部なんですけど、人に対する、ね、思いやりが大事っていう話ですね。まあなんか自分一人で生きてるわけではないんでね、必ずしもね。最低限自分の周りだけにでも気を使って人のことを思いやって過ごした方が自分にとっても結局帰ってきますよっていう話です。そうだね。これはね、もうメイドカフェだけじゃなくてね、どの場面でもそういうことは当たり前だと思うのでね、ぜひ参考にしてみてください。生活の主語がでかいんですけどはい、生活の参考にしてみてください。はい、今日もこの動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。